プラントに関しては今回右下の奥から2番目を行っていきます。でここに関しては、歯が割れてボロボロになってしまってますので、まあ、両隣を削ってブリッジという大きい形を取るのではなく、ここの部分だけで単独で行えるインプラントというものを行っています。まあ、以前もインプラントの治療されていると思いますので、ある程度お分かりだと思いますけど、まあ、インプラントのメリットというのはそこでしっかり噛めるというのが一番メリットです。デメリットに関しては先ほども申し上げた通り、ここに神経が走ってますので、まあ、そことの、兼ね合い、まあ、今回ステントといってマウスピースを作ってますので、それでここの神経の損傷のリスクというのはかなり減らせるかなと思っています。多少の腫れと痛みは出ると思いますので、まあ、大きく腫れるような処置ではないんですが、痛み止めと抗生物でうまく対応していただいて日常の生活が送れると思いますので、治療期間としても、4ヶ月から半年ぐらいでここはしっかり噛めるような形に仕上げられるかなとは思ってますので、よろしくお願いします。はい。